始めます。スタンダードコーヒーラボの石川葵です。よろしくお願いします。私は昨年このステージでパナマバンビート農園のコーヒーを使用しました。そのことを生産者であるイバンさんに報告すると、彼はとっても喜んでくれたんです。そして今年彼は言ってくれました。今年できたこのロトを君のために作ったよ。君の名前を取って葵と名付けたよと。本日エスプレッソではパナマバンビート農園芸者種ナチュラルアナエロビックロット葵を使用していきます。私はイバンさんとの交流から、品質だけでなく環境や自然を考えた保護活動にも興味を持ちました。その視点からパナマのコーヒーを調べていくと、その活動が具体的に記されていたのが、イバンさんのコーヒー農園と同じボルカン地区にあるハートマン農園でした。本日ミルクビバレッジ、シグネチャービバレッジではハートマン家が所有するグアルモ農園のコーヒーを使用してきます。この2つのコーヒー農園を使用して、皆さんに本日お伝えしたいこと、それはサステナブルです。農園の自然保護とか農家の収入とか、もちろん大事なことだとは分かっているけれど、そういったコーヒーを使って提供さえしていれば、本当にサステナブルを体現したことになるのでしょうか。私はどうしてもそれだけだと足りないと思ってしまうんです。真剣にバリスタがサステナブルに取り組んでいると納得するためには、2つ重要なことがあると思います。まず1つ目に、サステナブルにかけて素晴らしいカップクオリティを再現性高く提供すること。そして2つ目に、エコやエシカルな商品作りをすることです。本日はエスプレッソ、ミルクビバレッジ、シグネチャービバレッジの順番でご提供しながらお話しさせていただきます。まずはシグネチャー用のエスプレッソを抽出していきます。レシピはグアルモ農園のコーヒーを 20.5g 使用し、 43g 抽出していきます。抽出したエスプレッソはゴールドフィルターでクレマカットしながら冷やしていきます。さあ、エスプレッソです。エスプレッソではパナマバンビート農園のコーヒーを使用します。生産者であるイバンさんは、昨年の決勝でも私のためにコーヒーを提供してくれた素晴らしい生産者です。彼のコーヒーは繊細で一定の味わいを出すことが難しい、そう、私にとって再現性を持つことが難しかったんです。そこで再現性を高めるために2つのアプローチを行いました。まず1ページ目をめくってください。ありがとうございます。まず1つ目のアプローチ、それは強制冷却です。焙煎は狙ったポイントで仕上げ、そこからドライアイスで強制冷却、一定の時間で冷却を行うことで、その後の余熱による味の変化を防ぐことができました。そして2つ目のアプローチ、それはエスプレッソの飲み方です。例えば3回混ぜるといった方法があったときに、その混ぜ方や強さが変わってしまうと、人によって味わいが変わってしまう傾向にありました。そこで皆さん、お手元のメニュー「E」と書かれたカップを持ち上げて、右側の「冷や」と書かれたカップに置いてください。こちらはここですね。ありがとうございます。かぶせてください。ありがとうございます。こちらはこれからエスプレッソ抽出を行うカップです。カップの底にあるコーヒー豆を模した2つの突起部分がエスプレッソの抽出時に、そして飲み込む際に液体がここに当たり、適度に対流し、皆さんがスプーンを使わなくても一定の状態で味わうことができるんです。そしてこちらのカップはパナマゲイシャの繊細なフレーバーを楽しんでいただくために薄口で仕上げています。本日エスプレッソはまずクレマカット、失礼いたしました、クレマの確認をお願いいたします。味わうタイミングは私の方からお伝えするので少々お待ちください。エスプレッソで感じていただけるフレーバーをお伝えいたします。まず一口目にさまざまな柑橘を感じていただけるんですが、その中でもバレンシアオレンジ、完熟プラム、後味に酸味を伴ったチョコレートを感じていただけます。まずはクレマのチェックです。失礼いたします。ウェイトはミディアム、そしてスムースでシルキージューシーなテクスチャーです。そしてスイートフィニッシュです。さあ、お待たせいたしました。持つときはカップの底の部分を持って、カップの下の部分を持ってお飲みください。どうぞ。エスプレッソいかがでしょうか。続いてミルクビバレッジです。後でゆっくりジャッジしてください。すみません、失礼します。皆さんも1ページお願いいたします。ここでは私がサステナブルについて考えるきっかけになったハートマン家が所有するグアルモ農園のコーヒーを使用していきます。ここで使用するミルクは 55% に凍結還元したミルク。ここにエコな取り組みを加えていきます。皆さんお手元のメニュー M と書かれたカップを持ち上げて、こちらのカップに重ねてください。ありがとうございます。そちらの白い粉何だと思いますか。これはチーズなどを作る際に出る副産物、ホエーパウダーです。このホエーパウダーを粉末状にし、再利用して凍結還元ミルクに 10% ほど加えていきます。無駄をなくし、資源を再利用しながらミルクに甘さと質感を与えていきます。エスプレッソを強めに抽出し、ミルクを濃厚にしていくと時折塩味が出てきてしまうパターンがあります。そこでその塩味を安定的に抑えるために、程よく抑えるためにココナッツミルクを少量加えていきます。ココナッツミルクを使える上で一つポイントがあります。それは凍結還元ミルクとココナッツミルクを一緒にスチーミングするのではなく、スチーミングの途中に加えることでした。まずはホエーパウダーを 10% 加えたミルク、こちらを通常通りスチーミングしていきます。そしてフォームを作り終えた今ここでココナッツミルクを加えていきます。ミルクは55度でご提供します。 20g のエスプレッソに 80g のミルクを加えてご用意いたします。ココナッツミルクを途中で加えることでココナッツミルクの甘さがフォームのきめ細かさはそのままにココナッツミルクの甘さが塩味を程よく抑えてくれました。さあお待たせいたしました。ミルクビバレッジで感じていただけるフレーバーをお伝えいたします。まず一口目にビーントゥーバーのチョコレートソフトクリーム、生キャラメルのエクレア、お待たせいたしました。そして甘酒の後味を感じていただきます。さあお待たせいたしました。どうぞ。このグアルモ農園のコーヒーはナチュラルプロセスの甘さと芸者の華やかさ、そしてきめの細かい質感がポイントです。お待たせいたしました。どうぞ。そんなグアルモのコーヒーに牛乳から出るホエーを加えることで濃厚な甘さと質感を加えてデザートのような一杯に仕上がりました。お待たせいたしました。皆さんお手元のメニュー、もし飲み終えていたら1ページめくってください。ありがとうございます。さあお待たせいたしました。シグネチャービバレッジです。私のお店ではスイーツをすべて自分たちで作っています。そこで今回はそのスイーツ作りで余った廃材と地産の食材を再利用したものでエシカルなドリンクを作っていきます。まず先ほど抽出したエスプレッソ、こちらにまずレモンタルトを作る際に余る白い皮と種を24時間天才糖で漬け込んだオレオサッカラム、こちらを 22g 加えていきます。マンダリンオレンジの香りがぐわっと広がります。次にレアチーズケーキを作る際に出るヨーグルトから絞ったホエー、こちらを 20g 加えていきます。発酵のプロセスと乳酸菌がシナジーしてクリームのような味わいになります。そして次に私の地元北海道産のトウモロコシを茹でて実を剥いで芯の部分のみを茹でたもの、こちらを 40g 加えていきます。トウモロコシのグルタミン酸とキシリトールが一体感と深みを与えてくれます。そしてカヌレを作る際に使わなかった卵白、こちら 6g クリームのような質感を作り出します。そしてチョコレートを作る際に出る廃材3つ、カカオパルプ、カカオのハスク、皮の部分ですね、こちらを紅茶のように煮出したものハスクティーと、最後にハスクがうまく剥けなかったカカオニブ、こちらを中挽きにしてドリップしたカカオウォーター、それらを合わせたカカオミックスティーを加えていきます。それではこちらをすべて混ぜ合わせていきます。本日シグネチャービバレッジで感じていただけるフレーバーです。まずはフレッシュオレンジの香り、一口目にマンダリンオレンジのクリーム、二口目にピーチ、白ぶどう、最後にブルーベリーのような後味を感じていただけます。本日私はサステナブルについてお待たせしましたお話ししてきましたが、コーヒー農園でなけなく牛乳や皆さんが使うカップ、そしてそれら以外のすべての副材料、一杯のコーヒーに関わるすべての生産者たちの思いを乗せて作りました。ありがとうございます。終わります。石川バリスタお疲れ様でした。はい、お話を聞きましょう。はい、石川バリスタお疲れ様でした。こちらどうぞ。お疲れ様でした。はい、どうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、昨年のファイナリストで、今年もまたこの JBC のステージに帰ってくれました。スタンダードコーヒーラボの石川バリスタでした。はい、競技終わってみて今どうですか。悔しい部分がいっぱいあります。やりきれなかった。はい、どんなところが。競技自体は楽しくやれたと思うんですけど、タイムがちょっとオーバーしてしまったので。そうですね、ちょっとね、足が出てしまった部分はあるかなと思いますが、それ以外にはなんか思い通りにはできたんですか。そうですね。はい、結構メッセージ性がはっきりしてましたね。はい、サスティナブルとかエコとかエシカルっていうキーワードがすごい連発されてましたね。はい、またなんでそういうことをやろうと思ったんでしょう。私が使わせていただいているそのバンビート農園もそうですし、はい、あとはハートマン農園のコーヒーもそうなんですが、はい、どちらも本当に自然を大事にしていて、うん、そのことを知ってから、エコとかエシカルとかあまり今まで見てこなかった部分を感じることにというか考えるきっかけになって。なるほど、はい、じゃあその辺をちょっと見てきたときにこの農園から受けたその影響みたいなものでエコエシカルを感じるようになったから、それをちょっと主にしてったってことなんですね。なんか面白いアプローチいっぱいありましたね。すごい面白いポイントいっぱいありましたね。どんなところが良かったですか。まずミルクをなんかココナッツミルクを途中で入れるとか。そうですね。嘘だろうって言ってましたもん僕。とかあとなんかチーズケーキとかを作るその途中で出るやつを全部入れちゃうみたいなのとか。そうですね。そういうなんかお店に出るものを利用してっていうのすごいなんか新しいというか、確かにテーマにめっちゃぴったりな感じってそう結構ずっとテーマに沿ってましたね。そうですよね。はい、ずっとテーマに、もうミルクからずっとテーマに沿ってて、最後も全部エコ食材みたいな感じでしたよね。もっとうまく伝えれればよかったんですけど、本当にすべて自分たちのお店で作ってるスイーツの廃材と、あとは北海道ってことでトウモロコシとか、あとは漬け込むのも天才糖だったりとかっていうのでちょっとこだわってみたんですけど。なるほど、はい、いや非常に面白かったんじゃないかなと思いますよ。なんかこのケーキを作った時に出たこれと、はい、このケーキを作った時に出たこれとみたいなのずっと続いてましたね。、はい、確かになんかスイーツとか作るといろいろ出ますよね。そうね。そういうのってなんかすごい発想だなと思いました。食材使い切れないから、その分がすごい生きてるんだなと思いました、はい、なんかあとトウモロコシの芯の茹で汁ってこと、はい、そうです。トウモロコシの茹で汁ではなく、トウモロコシの実が入ってない芯の部分だけで茹でた茹で汁です。身には何が入ってるの？身には甘みが入ってるってこと？身じゃない、芯にはグルタミン酸っていう旨味と、あとはキシリトールってよく聞く甘みの成分が。歯磨きの？そうです。含まれてて。キシリトール入ってるんですか？ガムとかのやつ。天然の甘み成分が。だからお料理とかお菓子作りでも芯の部分の成分を出してあげると味が濃くなったり味のバランスが良くなったりします。じゃあトウモロコシを歯でガーって噛むの結構理にかなってるんですね。そういうことですね。キシリトールも入ってるし甘いのが出るから。そう確かにそういうことになるね。うまくできてる。なるそういうことだね。北海道だからトウモロコシ取れるじゃないですか、いっぱい。芯使うって結構あるんですか？そうですね。なんか私あんまりお料理しないんでちょっとなんとも言えないんですけど調べていくとすごいするような感じのプレゼンでしたけどそうでも調べているとすごいその芯についてはいろいろレシピが出てくるので、はい、あとなんかコーヒーカップもオリジナルだったそうなんです。はい、岩永さんっていう方が作ってくれた。作ってくれるかなわかんないですけど。いるのかな。作ってくれたんですか。あ、いらっしゃった。ちょっと聞いてみましょう。はい。オリジナルのカップ作るってどういうことってなりますよね。焼き物職人ってことですか？あ、はい、佐賀の有田で、焼き物の型を作ったりしてます職人の岩永と申します。あ、有田焼の職人？はい、そうです。オーダーがあって今回作ったってことですか？そうですね、かなり短期間で作ったので、かなりバタバタ作ったんですけども、はい、まあかなり、おっしゃったように、形はそのままできたかなと思います。僕もコーヒー好きなので。なるほどじゃあ何かコーヒーカップ、有田焼のコーヒーカップが欲しいときは岩永さんにすごい独特なオーダーだったんでしょうね大変だったと思いますけど、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。さあ、結構オリジナリティにあふれてるね、はい、プレゼンテーションだったなと思います。若干ちょっとタイムオーバーありましたが、はい、ここで再起のステージを図れることをですね、神に祈っておりますので、はい、はい、またお会いすることを祈って、はい、今日のインタビューはこれで終わって後ろにバトンタッチしたいと思います。はい。ああ、生産者の方ですかね。生産者の伊川さんのお母様ですね。あ、バンビート農園の生産者のお母様ですね。はい、ちょっと一言いただきましょう。はい。はい。ありがとうございます。Hey, hi. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. 何の会話？ On coffee. Yeah, yeah. Ayo, we are very proud of you, and I hope you do the best. Well, the lot is after you, your name. Our lot has your name, Geisha Natural.青いロットとても誇りに思っています、はい、葵さんのために作ったロットなのでとても嬉しいですありがとうございますはい、ありがとうございます。すみません、生産者の方です。ありがとうございましたさあ、これはもう一回戦しないわけにはいかないですねはい、じゃあ神に祈って、はい、明日の結果発表を待ちましょう。はい、はい、ありがとうございました。第9競技者石川葵バリスタでした。お疲れ様でしたありがとうございました。